大好き友がお送りする山内まったりマインクラウド、撮影日は8月23日2時11分です。今日もコメントからやっていこうと思います。とナンバー787、8月22日12時アップのポツです。マイクロの件、姫の考えです。マイクラ動画に関しては今の環境を考慮してですが、別撮りは反対です。音のね、別撮りは反対です。以上、姫の考えでした。理由は省略、大雑把好き。まあ音が取れていなかったり、あと、まあ、音質も悪くなる可能性もあると。あとはマイクラが止まっちゃうっていうのもあるからね。さあ、恒例のアイテム確保&作業作成。成長してる分で OK。 白株を買い取る。マイク別撮り、あ、そっか、うん、あ、そういうことか。別ソフトを使ってっていうんじゃなくて、別のなんだろう、別ズームの H6 を買おうと思っていたという話をしたと思うんですけど、それはそれも含めてってことか。 H6 欲しいな。マイクラに使う使わない別としてね。かっこいいから欲しい的なあるよね。今後もう動画を撮っていくし、それを考えると持っといて損はないかなみたいなのはある。で、 H6 と一緒に悩んでるのが、Q8 っていうやつね。 Q4 と Q4N っていうのがあるんだけど、どっちだったかな。 Q4 はファンタム電源がついてない。あ、 Q8 とかそういう Q8、Q4、Q4N っていうのは、まあなんだろう、ビデオカメラみたいな感じかな。映像も撮れて、高音質で撮れる、音質重視のビデオカメラっていう感じかな。ちょっと前に YouTube で広告が結構流れていたと思うんだけど、ズームのそれじゃなくてソニーのやつで、ね、横にディスプレイがついていて、上にまあビデオカメラみたいな形してて、カメラが、あのレンズがついてると、本当ビデオカメラみたいな感じなんだけど、高音質で撮れると。ただ画質はそこまでじゃないと。そう、234で、地球、と断線の足は置いておこう。よし、止まったね。で、この品カバーを採取した原木をキノコをチェストへ補充。だいぶ使っちゃったか。そういった補充。OK。おやすみなさい。すべて木の棒。トモさんも使って言う、ありがとう。アカシアなどは12個を作る。今後使います。了解。
12個、12個分の証、証、あ、私は間違いないと持ち帰りようだ。あれ、なんでないんだ。あれ、この間持ってこなかった。できたの、こっち入れたんだ。そうだ、12個っていうとどんぐらい。とりあえずこんぐらいかな。作りすぎかな。9、12、 OK。 はい、今後を使いますと。うん、入らなくなっちゃったら、エメラルがだいぶ増えてきた。あと臨場感を ここに入れとこう。本10個作るレシピ、革10個、革10個、紙30個、よいしょ、スッと、OK、ポーズ。パンプキンパイ64個、久々です。来た。かぼちゃ1スター、砂糖1スター、ちょっと油断してたぞ。卵1スター、こちら4スター。パンプキンパイが来るとは油断してた。1、2、3、4、切り。これはちょっと増やす期間に入っております。繁盛期。あ、キビのままだった。はい、OK。 村人と取引、確認。このパンプキンパイの本は閉まっちゃったんだね。今後使うやつだね、これ。何入れとこうか。うん、パンプキンパイは別のところに入るところがあるから、そっち入れとこう。鶏肉5、生。5スタックでいいかもね。1、2、3、4。5スタックなくて。ユキがシルバーエプロンと交換、いつものように鶏肉をあげていくと。キラキラが出たら取り機内を全部確認と、一応確認してからやっていこう。鶏肉を焼いたところまで。さあ、何個できるか。閉じる。キラキラ焼いた肉、あれ、焼いた肉以上いかないな。今回もこれで終わり。キラキラ出るかなって書いてあったけど出たね。今後の取引のために豚肉、鶏肉、常時確保6スタック目標、よろしくね。了解。というわけで、鶏を増やし、豚を借り、取っていこう。よいしょ。まずは鶏からいこう。そんな増えてないもんね。チスタック消費する分ぐらいまで増えてないんだけどさ。足元にハーフ置こうかな、この通路。そうすると真ん中のあれがおかしくなっちゃう。あれがおかしくなっちゃう。おかしくはなんないか。サバンハーフ置こうかな。あ、置くと通れなくなった。この近距離が上げにくいんだよね。あ、もう上げ終わっちゃった。全然上げてない。20匹、20しかいない。よいしょ。次は豚を増やして刈り取ろう。いや、豚も増やすだけだ。
しておこうか。そうすれば次回狩るときに、より多く増えるからね。それが次かな。あ、でも偶数ずつ増やしていけばちょっと偶数ずつ増えるからでしょうか。せっかくだから羊と牛も増やしておこう。よいしょ。
さん。前室空き部屋ということでドアを開けておこう。もう一個か。あ、取れた。ゲイ。死ね。おやすみなさい。小麦持ってきちゃった。はい、ありがとうございます。さあ続いて6マス通路、一旦小麦を返してから用意するアイテム、板ガラス白3個よいしょと、ゲイ手持ちもいっぱいになってるからそれも返してもらったな。すると余計怖くなるから気にしないくらいに距離感だ。さっきのズームの話に戻るけど、 Q8 とか Q4 とか QN とかね、読み方は間違ってるかもしれないけど、あるんだけどさ、よいしょ、あるんだけど、よいしょ、あ、いらなかった、いるんじゃないか、いらないか、いらないな、で Q4 が普通のビデオカメラが進化しましたっていうか、音質重視のビデオカメラ、ただ Q4
Q4 はね、そう Q4N が逆かもしんない、 Q4 と Q4N 間違えてるかもしんないけど、 Q4N が、あー床も下も横もでよね、横も下、うん、じゃあ取っちゃう、もうそうだ、もうそうだ、ちょで Q4N はファンタム電源が2個入るやつで、音質もいいですよってやつね。アリウス、あ、ちょっとちょっと音させてよ、今落ちる気でいたのに。取れるわ、取れるわ、落ちなくていけるわ、これ落ちなくてもいけるわ、これ見つけたわ、こういけ、見つけたわ、下落ちなくちゃ無理かと思ったけどいけるわ、ただ夜になった。どれどれ大丈夫ですよ、落ちたの、うん、砂ならまだしもちょっと砂岩となるとね、現代に使うんでね、はい、ちょ足場落としとこう、あ、これ落として大丈夫、これ大丈夫だ、ちょとりあえず感じたか言っても、ベッド持ってないけど、ちゃんと照らしてね、よいしょよいしょ、リーゼスうまさがここいいんだけど、届かない、全然朝だった全然いけた、全然朝だこれ、全然朝だこれ、もうこう、オッケー、はい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 、さらばで、だ、下落ちて、なんだこの砂の量は、まず落ちてるアイテム化してしまったやつを先に取っていこう、時間切っちゃうからロストしちゃうから、ここくらいロストしちゃうから、そこワンクッション置いてダメージを、落ちても大丈夫なようなところでもあるんだけど、
上はそういうやつ。ほら、デザイン。デザイン。まさかの洞窟すらデザインしてしまうという建築家魂。中心作っているとすごい楽。
売日が違うぐらいのそれだったと思うんだけど、 Q4N の特徴そんな覚えてないんだよな。もしくは Q4 の方かな、勘違いしてなければね。 Q4 と Q4N の違いがまず分かる。いいな、忘れてしまった。あ、持ってた。クソ、何と思ってくれ、今作った。
出したっていうか動画見たんだけど、そうファンタム電源で出力のするマイク、コンデンサーマイク、コンデンサーマイクって言っても普通のラインでライン出力のやつでできるやつもあるだろうけど、ないやつ。よし。家の中心、あ、そっか。こう中心ないから中心だと思われる位置に開けたとして、下の階からすると変な位置じゃない。柱だ。天才か。柱部分だ。
下上げて窓、全面窓、チタンだよね、チタン上げて全面窓にしていくと。で、ここはハーフで全部敷き詰めていくと。もちろんそっちも敷き詰めるけど、ね、こういう感じになると。Q8 いいなと思ってるんだよね、うん、もちろんファンタムっていうねコンデンサーマイクとかを使えるようになるっていうことで音質を向上させることができるんだよね、うん、マイクが変わることによって俺の声も若干変わってくることはあるとは思うんだけどね。そう、中には、うん、特に姫は今のままが今の声がいいっていう風になるかもしれない、うん、あ、それで反対してるのかな。音質が向上される、別撮りすることによって声質が変わってしまうと、別の声になってしまうのが嫌だという感じかしら。あれあれ、ああいう感じでいいな、上ああいう風にしよう、あっちは。そうすると、あの、だいぶ遺跡感出てくるし、作りを、そこの、これと似たような感じの作りにすることによって統一性が出てくるんだ。うん。だいぶ、シャレオツになると思う。シャレオツ。で、中央にいます。階段、上り下りする部分だけ、階段じゃない、ドアの出入り口部分だけここの見ます。階段をつけないっていう風にするといいかもね。というわけで今回はここまでになります。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。質問コメントなどある方は下のコメント欄も、もしくは ask.fm までよろしくお願いいたします。以上、赤大好きともがお送りいたしました。バイバイ。